前回ペルセウスをペルセポネと間違えまして申し訳ございませんでした。それじゃあまだ足りないですね。もっとちゃんとした謝罪が必要だと思いますよ。土下座ぐらいはしてもらわないとね。ペコペコマンモスニョロなんでそれどうもです。はい、どうもカニです。スミレです。ね、まあカニさんちょっと食中毒ということでそうですね、体調が悪いんだ。大丈夫だろ。それ絶対悪い方向にダメかもしれない今日はい、さあ始まりました。というわけでね、始まりましたね。まあ、前回がヒットすぎて今回の出来が、まともに見えるという異常現象が。そんなことないですよ。前も十分素晴らしい出来だったと思いますよ。棒読み俺たちも言ってしまう。なんか気持ちね、あのランカーが雑誌に載っけてた敵に似てる気がする。それはちょっと気のせいさ。ガレアードの部分そこだけなんかどうやらね、リザレクでワンチャンあるでってこうヨルムンガンドがね勧められてたんで。知ってるヨルムンガンド。ヨルムンガンド、うん、あれですよね、神話とかのそれ俺が言う言おうと思ってたギャグは取るんじゃないよダメですよ、つぶれさん。ごめんなさい、ね。俺の鉄板ギャグをちゃんと乗ってあげなきゃ。さあ、はい、じゃあ、始まりました。まあ、とりあえず、相変わらず2体しか出せないという。悲しいね。みんな3体出してるというのに。ね、ここ、味方、あれじゃないんだな。誰だっけ？いるじゃん。キマと一緒に出てくる。大丈夫。ダメだ、俺ちょっと頭待てないし。さあ、行きます。まあ、今回相手アタッカー多いから、ディフェンダーが多いこっちとしてはちょっと、押し合いかもしれないよ。ね、まあ、とりあえず、カニを出すまでは、主人公で荒らしに行こうか、どうしようか、今悩み中です。ああ。とりあえず、カニを出すことを最優先にしていこうかなと。なるほど。いた感じですね。まあ、ディフェンダーですからね、私も。シューが出したい。シュー出したい。ここで出せばちょっと余裕し。やめろ。ガレアードの削減量が半端ねえらしい。味方が果敢に攻めていってくれる。俺も行きたいけど、アタッカーだしな、主人公。ボッコボコにされる未来しか見えない。さあ、ようやくカニが出せたから、そろそろわしは攻めに行きたいんだが。なるほど。とりあえず、覚醒、超覚醒、相手のとこに行くまでに超覚醒したいんで、あ、もうちょっと待っていただきたいという。うん、さあ、そろそろ行こうかなと。まあ、相手の方も攻めてくる気配がないんで、ね、大丈夫でしょう。さあ、攻めるぜ、行くぜ。よろしい。さすが主人公ってとこっすかね。見せてやるぜ。あれ、それ死亡不良者ね。ちょっと美味しいですね。そうですね。さあ、ここでちょうどよく超覚醒という。いい感じですね。確か覚醒の動画が出てる時はダメージ食らわないんでしたっけ。そうですね。だから集中砲火されてる時とかに覚醒すると、おーし、敵狩りまくるぞと思ったら敵がどんどん逃げていくぞやめろ、あれやべ、ディフェンダーだから遅くて殴れない、逃げられる、逃げられちゃういやー、きっとマナタワーを制圧しようとすれば、ここみんな急いで戻ってきますよそんなに追いかけなくてもよかったな。まあいいや、イザベラとりあえず殴ろあー、さすが相性がいいと減るね。やべ、主人公マジシャンだったわ。攻めに行けばよかった前回アタッカーだったからアタッカーだと思ってた。やべあ、いけねえいけねえ。そしてイザベラ逃げられちゃってるしアタッカーでよかったわ全然アタッカーでよかったわいや、タワーアタック持ってるのがいないんだよ、ほぼ主人公しかいないんだよさあ、ここでヨルムンガンドを呼ぶよ。おう、ヨルムンガンドが先か。そうね、こいつのがマナー吸収率が高いから先呼んどいてガレアードゆっくり呼ぼうかなっていう。こいつが単純にね、戦闘力そこそこ高いんで元から。なるほど。先呼んどいてもね、敵が来たらいいかなと。さあ、一旦引くって言われちゃったけど俺も引きたい。でも味方の結露を開く。
ここでカニ頑張れ、行け、お前ならできる、ディールできる、頑張れ頑張れ、なんで諦めるんだそこで、なんで逃げ押しなんだお前。大丈夫、ほら怠慢だから大丈夫、まあ、アタックいい感だろ、あれ逃げようかな、でもタッチできない、あれタッチできないぞ、なんでだ。なんでだ。おい、ああまあいいや、あ全然もうガレアード出るし、全然痛くないし、大丈夫、全然痛くないし。俺の扱いひどいな。あとはもうちょっとマナ掘ったらもう全然攻めていけるし。スペルゲージ溜まってるし。お前のミスで死んだのにひどい扱いだな、おい。和田摘みがガンガン殴られてると。そうだね。え、なんで逃がさないの？ああ、逃がさなくても多分、リザレク持ちなんで、コストを下げて覚醒まで一気に持っていこうっていう魂胆なんだと思いますよ。おお。重たい使い魔をリザレクを使って、安いコストで覚醒、超覚醒まで持っていくと。さあ、こっちもそろそろ、マナが溜まったんで、ヨルムンガンドとガレアードを殴りに行かして、こっちも覚醒まで持っていこうかなと。敵が運よくね、うん、ストーン掘ってくれてるんで、こっちのスペルゲージがガンガン溜まっていきますから、うん、これ、調子が良ければレベル3まで、レベル3のリザレコ打てちゃうんじゃないですかね。おお、そしたらもう超覚醒まで行くチャンスですね。そういうチャンスですよ。アロンアップですよ。アロンアップ持ってることを、つい忘れちゃうんだ。さあ、ちょうどよくリザレク。さあ、打ち間違えた。主人公のアーツ打っちゃった。マナが無駄に。さあ、ここで、もう完璧なタイミングのリザレクですよ。さっきミスって押してたのは誰だ。何のことかな。さあ、かっこいい武器商人。武器商人。武器商人じゃねえ。ブレイクアップできたことないけど。ダメじゃん。ガレアードは聴覚まで行かなくても全然いいんですけどね。ああ、そうなんですか。アーツ打って石掘るための機械ですから。で、コメントに書いてあったから。俺コメントは全面的に信用してるから。だって知らないんだもん。使ったことないですからね。さあ、とりあえず、石を掘ってヨルムンガンドを強くしたいけども、敵が攻めてきちゃってるから、ここは、ガレアードで行った方がいいかな。ヨルムンガンドを右のストーンに送って、ガレアードを、右のストーンを守りに行かせようかな。なぜ立ち止まってんだ、お前。こっちの方が不利。なぜ立ち止まったし。なんで止まったんだ。さあ、でも全然他のキャラに石を掘られちゃうとちょっと痛いから、他のキャラクターをマナタワーに送って、マナを制圧させようかな。ガレアードが忙しいな。舞台分けると忙しいな、これ。今回マップ広いからね。なかなか。さあ、マナも溜まってるし、これガレアードガンガン真ん中掘れちゃいます。ここシトラとシュート、ヨルムンガンドをストーンアタック持ってるからっていう理由で一緒に行かせたけど、ここヨルムンガンド一人の方が良かったね。アロンアップが発動できてないっていう。まあでも今さら真ん中に行けっても言えないしな。これ小太郎に追いかけられちゃうしな。あ、下手するとマナタワーまでついてこられちゃってね、他の部隊も全滅しちゃうから、もうしょうがない、ガレアード一人で真ん中掘るぜ。全然もう味方と、こっちのデッキのシナジーがないから、全然他のキャラ死んでも痛くないわ。ヨルムンとガレアードさえ生きてれば。何ですかね、この2トップデッキは。いらねえわ。さあ、ここでリタビューの敵が。リタビュー。やっぱ後半になると、アルティメットスペル合戦になりますよ。ありますね。ここ、イザベラ・コタロウを殺すのを嫌がったって感じですかね。そうですね。ただ、ヨルムンガンド微妙に毒を食らってるけども、全然ピンピンしてると。スペック340までいってるぞ。アタック340あるぞ、こいつ。さあ、って言ってたらアルカナストーンが破壊できましたね。おー。おー。いや、今回、強いよ、この二人。強いね。確信。いいね。ただ何使っていいかまだ分かってないけど。まあ、次回にあの二人がいるとも限らない。そうね。なんで段ボールあんだ。
なんだ、なんでなんだ、ダンボールか、何もないっつって再現しなくていい。メタルギアね、メタルギアね、25周年、おめでとうございます。おめでとうございます。いや僕ファンなんでね。さあというわけで引いたのが、ペルセポネとソドムと。おう、ほら俺間違えるもんできちゃったじゃん、ペルセポネが。俺のせいみたいに言うなよ。全部トムのせいだ。まあバランスはいいんじゃないですか。あ、念願の1コスモ、もう1個念願のタワーアタックが来ましたから、来ましたね。だね。でも俺全然ペルセポネだけでキャンサーでいいんじゃないかっていう。いやいやいや。今回大活躍だったし、正直ペルセポネの使い方はよく分かってないんで、コメントでどう使っていいかください。なあ、前からそうだよな、豆腐は。あとヨルムンガンドの使い方がまだ分かってないんで、ちょっとどう使えばいいんですかね。相変わらずだ。ガレアードは大体今回ので、とりあえずアーツ打っとけいいや。アーツ打って縛っとけいいんだよお前はって。まあもう皆さんのおかげで分かりました、ね。ちょっとヨルムンガンドと、ペルセポネの使い方を教えてください。お願いします。軽いな。お前が軍団長だっつ。お前がナンバーワンだみたいな。さあ、というわけでいかがだったでしょうか、次回もお付き合いいただければと思います。というわけでお相手は豆腐とカニとスミレでした。それじゃあまたねー。